皆さんこんにちは、デジマークッキングのチョウです。最近は雨の日が増えていきますね。雨の日に美味しいコーヒーで目を覚ましましょう。今回は話題のダルゴナコーヒーを作ります。モカコーヒーの風味にチャレンジします。インスタントコーヒー、砂糖、熱湯をボウルに入れてダマがなくなるまで混ぜ合わせます。3つの材料を全部同じ分量で準備すればいいですが、私は甘いものがちょっと苦手ですので、砂糖の量を少し減らしました。ハンドミキサーを使って高速で泡立てます。ミキサーがない場合は手で混ぜても OK です。ただし400回混ぜて泡立てると言われています。400回、相当大変ですね。ボリュームのある泡になったら OK です。モカコーヒーの風味を作りますね。さあ、ここでココアパウダーを入れたら、ココアパウダーを茶こしにのせてかけます。ここまでまだいい感じですね。では混ぜましょう。あれ、泡が消えていきます。そうですね、最後に液体に戻しました。なんでかな。インターネットでいろいろ調べたけど、ココアの脂肪分が原因ですかな。脂肪分は卵の気泡を壊してしまう性質がありますって。でもここ卵が入ってないんですね。わけわからないです。仕方ないです、やり直します。今回は冷たい牛乳にのせますので、まずはグラスに氷を入れます。牛乳を注ぎます。もちろん温かい牛乳でも大丈夫です。ただし、乗せると泡が膨張する可能性がありますので、乗せる量を調整してください。やり直したココアパウダーが入ってないダルゴナを乗せます。静かに乗せれば、ダルゴナコーヒーの完成です。モカコーヒー風味は最後に味付けます。ダルゴナコーヒーは3つの材料だけで手軽にできますが、実は失敗することも多いです。コツが2、3点があります。まずはインスタントコーヒーはミルクや砂糖が混ざっていないものを使った方がいいです。次に3つの材料は全部同じ分量です。実は砂糖の量を少し減らしても大丈夫です。最後にコーヒー液を1箇所に集めると泡立てやすくなります。コツが分かったら絶対失敗しないです。最後の最後にようやくココアパウダーが登場します。茶こしを乗せてコーヒーの上にかけます。いっぱいかけますね。大好きなカシューナッツも上にかけます。バジルの葉っぱをかけたら完成です。家にある材料3つで簡単に作れます。美味しくて見た目も綺麗だし気分が上がりますね。砂糖が入ってますので苦味もまろやかになりました。コーヒーが苦手な人でも飲みやすいです。こちらはデジマークッキングです。次回もお楽しみに。